います。ルインお願いします。消費課税については、特に消費税の役割は国、地方合わせて非常に重要であるということが改めて確認できたかと思います。ただその財務省の資料の資料1の8ページにありますようにですね、その社会保障4経費がその消費税だけで十分に賄い切れているかというとそうではないと、令和4年度予算でも 20.6 兆円の隙間が空いているということですから、やはり今後の高齢化さらなる進展に合わせて、消費税の社会保障財源としての役割をもっと高めていく必要があって、でそういう意味では遅滞なくですね、社会保障の財源が確保できるように消費税を今後引き上げて、税率を引き上げていくということをそろそろ考えていく必要があるのではないかと。消費税というのはなかなかその国民の危機感もありますから、今年企画して来年すぐに税率を上げられるというようなことではないと思います。でもちろんその使途をどうするのかということも非常に重要な議論になってまいりますから、消費税率の引き上げということは今後いずれの段階においてはいずれかの段階においては考えなければならないと。未来永劫日本が消費税率を 10% にしたままで財政が持つとはとても思えない、そういう意味ではその議論はいずれするということで遅滞なくできるようなスタンバイをしておく必要があるのではないかというふうに思います。